ニック・マクドナルドはカリフォルニア州サリナス出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはガード。グランドバレー州立大学では4年次に NCWA 二部校のオールアメリカンに選ばれた。2010年の NFL ドラフト直後の4月26日、ドラフト外フリーエージェントでグリーンベイパッカーズと契約した。 53人の開幕ロースターには残ったが、レギュラーシーズン、ポストシーズンと、インアクティブのままで1試合も出場することはなかった。しかし、パッカーズはこの年、第45回スーパーボールで優勝し、彼もスーパーボールリングを手に入れた。2011年9月3日、パッカーズからアウェーバーされた。九月四日、プラクティススクワットとして、ニューイングランドペトリオッツと契約したが、 9月15日に一旦解雇され、同日再契約を結んだ。12月3日、テイラー・プライスの代わりにアクティブロースター入りした。12月4日、11日の試合にそれぞれ、センターとして、先発、18日の試合ではインアクティブとなったが、レギュラーシーズン最後の2試合と、ディビジョナルプレイオフ、AFC チャンピオンシップゲームでは、セバスチャン・ボルマーが復帰したため、 インアクティブであった。ニューヨークジャイアンツとの第46回スーパーボールでは彼は2年連続でスーパーボール出場を果たした。2012年は13試合に出場したがプレーオフ2戦ではいずれもインアクティブであった。弟のクリスもオフェンシブラインマンで2013年の NFL ドラフト終了後ベイトリオッツと契約を結んだ。ありがとうございます。